行ってみるか。まあ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 、そんな強くなかったはずだから、本当か？まあまあまあ、セーブしときゃね、大丈夫大丈夫。ここの森だね。来た！一発で出てきたじゃん。なんか盗める？ハイポーションいいもん持ってんな、じいさん。ヘイスト。地形。確かこいつ地形はいろいろ聞いたはず。300か。まあ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 、悪くない悪くない。うん、ダメージもそんなに重くないから、いけるな。痛い。そういえば、回復がいないかもしれない。回復いなかった気がするな。大丈夫かな。大丈夫かな。白魔法使えるやつついてきてねえや。まあ、いけそうやな、でも。300か。3なら打たれて300か。いいな。ヘイストはかけていこう。お、来た。およ？イフリート。お主一体。そう、知り合いなんだよ、こいつら。ラブー殿、ますます技が冴えるようで、もしできることならば、言うな、イフリート。仲良すぎだろ、こいつら。わしとお主の仲ではないか。そう、これで召喚獣が手に入りましたと。アイテムとして入ったよな、今な、多分。ちょっと待ってよ。あれ？どこどこどこ？おじちゃん？おじちゃん？え、おじちゃん？あった。おお、雑じゃね？いや、ラムーだけなんか雑じゃない。毎回思うけどさ。パチコーンって割るじゃん。雑すぎてかわいそうなんだけど、もうちょっとなんかない？なんか、ディー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 って毎回言ってくれるじゃん。ラム言ってくんないんだよな。なんか不備枠だよな、あいつだけ。ここはもうこれだけでいいのかな？リックスの街行きましょうか。リックスの街がね、もう一箇所この辺にあった気がするけど。この右の場所かな？右のところかな？この辺。この辺。の上？曖昧すぎだろ。あれ？この辺なんかなかった？あら！ちょっと待ってよ。全然違った。東の大陸でしたわ。ここだ、ここだ。そうだよな、バッツ、東の大陸から来てんだもんな。なんでこんななんか、覆われとんっていうところ。確かここがバッツの故郷だったよな。なにこの辺境の地。囲われすぎじゃない？どうやって出てきたん、バッツ、逆に。すげえな。部落にも程があるよ。わこのメロディーさ、バッツの過去編でめっちゃ流れてるよね。なんかちょっと悲しくなってくるわ。あれ？バッツ？わーい！バッツが帰ってきた！そう。故郷だ。確かなんかここでもストーリーあったはず。宿かどっかでなんか一泊するんだよね。魔法なんかあったっけ？あれ？何が売られてんだ？こんにちは。エスナ持っちょる。何もない。一応こういう買える場所はあるんだな。こんちゃ。おお、バツか？ずいぶん長い旅だったの。ここはお前の故郷の村。ゆっくりしておく、していくがよい。ゆっくりしようにも何もないんだよな。もしかして、バツ？なんだかちょっと大人になったみたい？そんな変わったんだ。親父さんは病で、そうじゃったか。バッツ、強く生きるんじゃぞ。
ありがとう。なんかすごい綺麗な服着てる人。バツ、俺だよ。また遊びたいね。昔に戻って。お？もういいかい。あ、小さい頃のバツだ。もういいよ。確か見つけに来ないんじゃなかったっけ？見つからないんだよな。さすがにこんなとこ。子供のするかくれんぼじゃねえって。わかんないわかんない。無理無理。う、もう手が。ねえ、誰か。あ、ねえ、誰かだったか。もう手がとか、そんなセリフだった気がした。あれで高いところが苦手になったんだよな。あ、そうなんだ。あ、そうだったっけ。昔は無邪気だったよ。そんな俺も今は学者の卵。えら。ちゃんと勉強してんだ。こんな土地でどうやって本仕入れてんだよ、お前ら。あ、お前の親父には世話になったからな。思いっきり約束しとくぞ。終わったー。ん？ほんとだ、エーテルとか安い。買っとけ、買っとけ。ほんとだ、ここで買っとけよかった。うわー、やっちゃった。待って。フェニックスの王がない。それでもフェニックスの王がないぞ。なんだ、この街。しけてんな、マジで。はーい。なんか、急に、ありがとうございましたって。あれだけさ、なんか仲良さそうに話しかけてきたのに。急に他人行儀になるじゃん。区内？手裏剣持ってる。加藤の術水筒の、あー、投げるやつか。巻物ね、とりあえず今はいいかな。あんまり投げるはしないんだよな。グリーンベレーは持ってる。うわー。しけてんなー、ここの街も。まあね、バッツの過去を知る街だからね。よいしょよいしょ。あれ、間入れない。こんちゃん。お前の家に今は銀融詩人が住んでいるよ。おい、勝手に住むな。旅に出たからってさ、その勝手に住むんじゃねえよ、人んち。実家だぞ、実家。おい、バッツの家って書いてんじゃん。ちょっと実家に人が住むってやばいな。この家ベッドが一個しかない。寝たか？あなた。またしばらく旅に出るの？いや、行かないさ。私の発作も少し落ち着いてきたけど、できればこれからずっと家族で一緒に暮らしたい。ああ、さあもう寝よう。体に悪いぞ。ええ、もう一仕事してから。あ、他に部屋あるの？ないよな。ベッド、一個しかないよ。本当は行くんでしょ？やっぱり起きておったか。また、悪い人を見張りに行くの？ああ、それがお父さんの役目だからな。僕も連れてって。お前は、母さんと一緒に家にいろ。旅のことは、母さんには内緒だぞ。うん。さ、もう寝よう。ステラ、お前ももう休め。ステラ。ステラ。
なくなったんだよね、これで。良いメロディーですね。おかげで良い詩が浮かびましたよ。この歌をあなたの思い出に捧げます。おー、誘惑。いや、この流れで誘惑の歌を渡すか？おかしくないか？お前の感性どうなってんだよ。以前住んでいた方ですか？思い出の品もあるでしょう。ゆっくり見ていってください。物もそのまんまってやばいな。そりゃまあそうか。まあそりゃまあ、うん。旅に行ったもんな、そのままな。てか、捨てずに取っといてくれて優しいな、逆に。あー、お母さんの墓だっけ、これ。でっかい墓だな。ステラ、ここに眠る。てかさ、お墓さ、ここしかないんだけど。お墓ここしかないんだけどさ、この村で死んだ人一人しかいない？うちのお母さんしかいない？ねえ。うちのお母さんしかいなかったか。これで全部だったっけ？全部っぽいな。一旦宿で寝てみる。なんか起きるかな。確か宿、ただだったよね、ここだったら。うん。バッツか、ただでいいぜ、休んでいきな。なんかストーリーあったっけ？あ、ある、やっぱり。お母さんのお墓参りか。お、アリス。バッツ、どうしたんだ？アリスか。ステラ、ここに眠れ。俺のお袋だ。え？俺はこの村で生まれたんだ。俺がまだ幼い頃。お袋は死んだ。その後、親父に連れられ長い旅に出た。3年前、親父も病気で死んじまった。これでよし。ドルガン、そしてその最愛の妻ステラ、ここに眠る。親父に頼まれたんだ。お袋と一緒に埋めてくれってな。親父は強かった。親父か、いいもんか？ワリス。さあ、戻ろうぜ。みんなが心配するといけない。そう、ファリスのお父さんはなんか行方不明になってるっぽいからね。レナから聞いてるから。これで全部ストーリーは回収できたかな？これ奥に行っても出るだけだよね。オッケー、じゃあ一旦ここでセーブしましょう。